今回のたわわの輪は黒酢商品とお漬物を紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。たわわタウン谷山の敷地内にあるおいどん市場谷山館、この中のスープラスを訪ねました。こんにちは、よろしくお願いします。今日ご紹介いただくのはどんな商品ですか？こちらの梨黒酢です。スープラスオリジナル黒酢と大分県日田市産梨果汁をブレンドした商品です。梨黒酢、炭酸割りでいただきます。ではいただきます。しっかり梨の味がしますね。そして黒酢の味も効いていてとってもさっぱりして美味しいです。ありがとうございます。続いてはスープラスオリジナル黒酢を使用した黒酢ごぼう漬けです。おお、どんなお漬物なんですか？食物繊維を多く含む国産ごぼうを枕崎産かつお節やスープラスオリジナル黒酢を使用し、醤油ベースで仕上げた惣菜感覚の漬物です。また今後はパッケージをリニューアルし販売を予定しております。黒酢ごぼう漬けと鹿児島黒牛などを使ったスタミナ丼をいただきます。いただきます。ごぼうを噛めば噛むほど黒酢と鰹節の旨味が広がって、こうやってお肉と野菜と合わせる食べ方もあるんですね。これはぜひやってみたいと思います、はい、そして最後は黒酢ごぼう漬けを製造しているエイ工場の新商品を紹介します。こちらが新登場のカップタイプのお漬物です。味の方がちょい干し漬けと干したくあんと生たくあんの詰め合わせの2種類です。ノンボイルタイプで本来の大根の食感と味を楽しむことができます。白ご飯と一緒にどうぞ。どっから出しました？でもまあ白ご飯と合いますもんね。では早速いただきます。やっぱりたくあんには白いご飯ですね。しっかり味もついていて、また食感もパリパリしていて、ご飯がどんどん進みますね。9月23日以降、Aコープ各店舗で販売予定です。また5月より、組食ファームがインターネットサイトでオープンしました。こちらのサイトでも、鹿児島組合食品の厳選商品を多数取り揃えています。ぜひご覧ください。鹿児島組合食品のこだわりの黒酢やお漬物にご期待ください。ここで番組からのお知らせです。梨黒酢を5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。